こんにちは。こんにちは。今日は薬猿調査隊事務局長の半谷さんに薬猿調査隊のことを説明してもらおうと思います。半谷さん、お願いします。はい。私たちは毎年夏にボランティアで参加してくれる学生さん40人以上と一緒に屋久島の山の上でキャンプしながら猿の数を数えるという調査を行っています。私も去年初めて薬猿調査隊に参加させてもらいましたけど、屋久杉の森がとっても綺麗でした。屋久島には海岸近くにある照葉樹林と、それから私たちが調査をしている屋久杉の森という全く違う環境がすぐ近くにあります。それが猿の生態を調べる上でとても面白いところです。薬猿調査隊はどうしてそんなに長く調査を続けているんですか？それは日本猿が20年以上生きるとっても長生きの動物だからです。長い間調査をし続けてきたことで、海岸と屋久杉の森で全く社会の在り方が違うということがだんだんと分かってきました。それともう一つが、この調査に集まってくるたくさんの人との生活がとっても楽しいからです。わかります。大学では絶対に出会えないおかしな仲間が私にもたくさんできました。最後に今回のプロジェクトへの意気込みをお願いします。ニホンザルのような長生きの動物の生態を明らかにするには息の長い調査が必要です。これまで30年間続いてきた調査をさらに40年50年と続けていきたいと思います。皆さんのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。私も今から今年の調査が楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございました。